かっていうと、行くもんは来たけど、かなり高くなるんだ。今47分。あ、もう48分ない。早いな。44分の大雪出てた後やし、出てたら53分やな。ケーブルカーな。やっぱ見るか。ケーブルカー。行く意味あるか？こうやってね。こうやってホーダーに前にやってます。この先もね、ずっと続いてますからね。さあ、製品だ。じゃあ。そう、世の中、統一地方選の真っ只中ですからね、どこも、まあ、すごいんですが。あ、市長選と市議会選が一緒にやってるんだ。ああ、どうせどんどんおるから。山田はいるな。うん。ケーブルカーどんなもんかな。やっぱこんな感じなんや。あのさ、マジ電車の待ち時間あるんやったら、これ半分切ってるのもありやな。あ、もう全然見えるっちゃう。へぇ。このやつを下に置いてぐるっと回って大回りしとったで。よし。で、そう、生駒三十遊園地が営業してますけど、午後5時で、ね、営業してますからね。営業してるうちに行くなら今のうちに行っといた方がいいでしょうか。で、次が、ジャストか。ジャスト発は14時ちょうどやから、14時ちょうどやと連絡はねえのか。うわ、待って、待ってた。すいません。あ、こっちだ。でも行く。まだ出発まで時間あるし、どうですか？やっぱり聞かれます。この間、ありがとうございました。この間、ここで見事だった時、お客様、この経験、練習者の方たちを、ありがとうございます。この経験は、鉱山施設、鉱山施設でございます。明日までしばらくお待ちください。なお、車内は禁煙でございます。おタバコは、しばらくご辛抱ください。何でもあんよ、ご辛抱ください。ちょっとどうでした？ごめんなさい。うん、だあ、何変わってんの？なんかたまに動くみたいですけどね。よいしょ。で、次が、まだ出発までだいぶ時間があるのかな。あ、なんか乗り場が逆になってる。放置してんだ。へえ。次のやつは直行なんだ。
次が29分。200分まで時間があるから、ちょっと一瞬。ポーズ始めていこうか。シャッシャッシャッ。こんな感じですね。辛い豚骨を買いますからね。鮭とかも綺麗になりましたね。ちょいね、吸収。あ、これ入ってる。あ、はい。あ、昔使ってた行き先番かな。そう、それからちょこんことあったね。そう、とんかで昭和初期とかそれぐらいになったかな。あ、大正11年大正ですね。こっちはあれか。でもちょっと犬が来てるんですね。前来た時と違ってなんか綺麗になったりな。ちょっと案内板とかもちょっと綺麗になってますけどね。で、直行転倒時は無役進学には変わりませんと。あ、向こう側出るのか、びっくりした。まだこっちは全然出ませんもんね。無役来る？あ、出ます。あ、ご乗車くださいましてありがとうございます。次は午後3時、午後3時。